おーおーおー、滑る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 。どっちだ？あ、ここでいい？あか道が、もうないわ。誰かいますか？誰かいますか？カンタの国道チャンネル。はい、おっつーカンタです。本日もね、ご視聴ありがとうございます。さあ、長野峠のシリーズもね、いよいよクライマックスを迎え、今回ご紹介するのはやっと江戸街道になります。この江戸街道はですね、伊賀川と津川があるんですけど、このね、2つを紹介するのはとてもね、長編になるため、まあ、一部と二部に分けさせてもらいました。で、今回は伊賀川のご紹介になるんですが、一応初めての方もいらっしゃると思うのでね、説明しときます。このチャンネルにね、通ってくれている方ならご存知だと思いますが、この長野峠はね、シリーズでして、昭和、平成編、明治大正編、で、今回ね、江戸街道となります。このね、長野峠のシリーズは再生リストにね、まとめてありますので、興味のある方はそちらからご覧ください。で、この周辺にはですね、昭和トンネルと明治トンネルが存在するのですが、まあ、こんな噂があります。この昭和明治トンネル付近は三重県屈指の心霊スポットになってまして、昭和トンネルでは交通事故でね、亡くなった方が多く存在します。噂ではですね、その交通事故で亡くなった人の霊とかですね、あとトンネル内でね、無数の白い手がね、現れ、その白い手にね、追いかけられたり、まあ女性の霊やね、落ち武者の霊、まあ人玉、まあこの場所に行けばですね、車の後部座席の人がね、座っていたなど、まあ多数の噂が存在する場所で、この明治のトンネルを作る際にもですね、崩落事故でね、亡くなられた方がね、多数存在しまして、その白い手は、その方々の霊とも言われております。ま、今回はね、このトンネルの紹介ではないのですが、今回ご紹介する江戸街道もですね、まあ、いわゆる同じエリアに存在しているためね、何がね、起きるか、わからないという意味でもね、かなりドキドキしますよね。さあ、長野峠の江戸街道の入り口にね、到着しました。ここから入ってきます。まあ、車でね、行けるところまで突っ込みたいと思います。さあ、さて、それではね、今回も元気よくね、行ってみましょう。行けるところまで。時代はですね、あと数日で令和4年となりますがね、私はこの道を走ってなぜかね、江戸時代へとタイムスリップをしております。一人時代に逆行しております。まあ、この今はですね、このコンクリートで軽くね、整備はされてますが、まあ、当時はこれが、まあ、砂利道というか、あぜ道だったんでしょうね、この道。うわ、これはちょっと無理かな。できるか。うわ。ちょっと、この段差いけるんやろ。ちょっと車降りて確認してきます。なんとか行けそうなんで、行ってみます。うめ、怖い。
あの左側に廃墟らしき建物がをね見つけまして、ちょっとね車を降りて確認したいなと思います。薪とかが置いてあるのが見えます。これ行けへん、どうやって行くんやろ。これはあそこはねちょっと行けませんね。どうやって行くんやろ、これこっから行くんかな。道がちょっと見当たりませんね。あそこはあの小屋ねかなり気になったんですけど、小川を挟んで道がなかったんで行けなかったですね。ちょっと残念ですが、もうね断念しました。あ、突然分かれ道が現れました。どっちだ？あ、ここで油断できそうやな。どっち？どっちかな。完全にオフロードやな。あかん、道がもうないわ。道がない。ツーダブで来るっていうね。これはもう、あ、これはもうここは無理やな。うわこれすげえな。いやこれいけやんやろ、これ崩れとるわ左が。ちょっとここで止めようか。まあ、これか走れんこともないけど、走れんこ、まあ幅的には走れんこともないけどな。これが江戸の道ですね。こっち伊賀川ですね。こっちね。あーもう完全ダメやねこれ。え、崩落しとるやんか。あ、絶対無理やわ。え、ちょっと待って、これ繋がっとるはずなんやけどね。あーすごいことになってますやんか。あ、そうか、これか。あ、歩きはいけるんや。完全に荒れ果てておりますね。これがなんと奈良飛鳥時代からですあるね道みたいなんで、歴史はねかなり古いですけど。危ないな、ここ大丈夫か。え、この吊り橋は、おグラブラや、折れへんかな、これ折れる、え、腐ってないこれ。わあ、これ道なき道やんか、もうこんなの。ここはすごいな、もう道になってないな。
ここはもう完全に車ではね絶対に無理ですね。ここはヘビおらへんか。ヘビだいぶ歩いたな。いや、もうええか。もうええな。もうなんか上が見えないな。まあでも本当に江戸時代の人とかはね、本当すごいね。こんな道を歩いて伊勢方面に向かったんでしょうけどね。すごいわ。絶対これ蛇とか危ないな。っていうか道ないやんこれ。ここもここから。お、鹿やな。これは多分この上から行くんやろな、こうやってな。これね、道迷うやつですわ、これ。もう、どっかはよくわかんないんで、もうね、ちょっとこの辺で引き返したいと思います。こっち？なんかあっちにもあるしな。まあ何せこれがですね、長野水道の横からつながっているあの林道にね、林道の道に、どっちみち出ますんで、またそちらの方からねご紹介したいと思います。激ヤバやな。あ、もうちょっとで車や。ここはもう完全アウトやな。これは無理無理無理。車なかったし。はい、それでは場所変わりまして、今ね、あの津市側の昭和トンネルの、ね、前にいます。でここからね、あの京ヶ峰林道っていう林道がありましてね、でそこの林道の入り口に今いるんですけど、ここからだいたい 500-600m 走ると、先ほど歩いた伊賀川の江戸街道につながる道がありまして、で今度はね、上からね先ほど歩いた場所までちょっと歩いてみたいと思います。あ、これや、さっきのあの江戸の道って。こちらが伊賀川、こちらがね伊賀川です。でこちらが通川となります。この林道を挟んで、道がねつながっております。はい、かなり雰囲気悪いな。やっぱり、え、何がおんの、なんか音がする。ブーン。あ？誰かいますか？誰かいますか？木のきしも音かな？木のきしも音やね、これね。枝が。これがね、さっきほどね、登ってきた道につながっているところですね。
こっちは道が結構ねしっかりあるんですけど、これが今ねこの木がねもう根から倒れそうになってまして、これが今ねグーってなってるわけですね。どの辺まで登ってきたんやろうね。あ、でも結構さっき登ってきたんじゃないかな。江戸街道のね、こんな感じのところです。まあ僕ね、思うんですけど、松尾芭蕉はね、服部半蔵っていうね、忍者服部半蔵っていうね、都市伝説があるんですけど、まあ、彼はね、確実にね、忍者服部半蔵ですよね。松尾芭蕉って結構ね、五老体のはずなんですけどね、この五老体の体でこの峠道をね、歩くというのはかなりの体力がないとできない行為だと思うんで、まあ、私的には、彼は、絶対に忍者服部半蔵だと思います。根拠のないことをね言い切ってはいけないと思いますよ。かもねっていうことにしておいてください。これねさっき今向けているあの辺りまで歩いて登っていたんで、やっと繋がりました。もう道なき道となっておりますがね、先ほど来た道とまあどうにか繋がってますんで、まあ江戸の街道はねこんな感じということで、撤退したいと思います。はい、こんな感じで伊賀川のね江戸街道終了なんですが、次回ね津川行くんですけど、津市川はですねかなりまたちょっと雰囲気はもうちょっと違いまして、でね、なんと津市川で怪我しちゃいまして、見ていただいたらね理由がわかると思います。なんとかね、動画の方も年内には間に合いそうな感じなんで、次回もよろしくお願いしますよということでね、今回は以上とさせていただきます。ありがとうございました。